こんにちは。頼まれなくても宣伝です。ケバブラジオとてもいいです。ちょっと聞いてください。軍事費倍増してミサイルだとかそんな迎撃なんちゃらなんてね買ってる場合じゃないです。ご飯が食べられない人が国内にいる中で、ミサイル飛ばして喜んでるような国っていうのはね、本当にこう北朝鮮のことを笑えませんからね。まずはもうみんながお腹いっぱいになれて、それからですよ、話は。まずね、そういう国民の隅々までが満足に食が行き届かないなんていうふうなね、国にはやっぱ絶対にしてはいけないなというふうに思います。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねボタンお願いします。それではまたお会いしましょう。